千尋氏は、十国五越の第四代王。文木王銭元の七男。天福12年、兄の忠婚王千尋氏が薨去したが、その子が幼少であったため千尋氏が王位を継承した。当時は、遼の大宗や律行骨が後進を滅亡させて、中原を占拠しており、五越もその臣と称していたが、遼軍の撤退後は五漢に侵入してその正朔たちを報じている。忠婚王の在位時は、王が幼少であったことに乗じて、諸将の専横があったため、即位した忠孫王は諸将を抑制する政策を実施した。しかし改革が性急すぎたため、自らの地位に危機感を抱いた内騎馬東軍主子進を網羅の反発を招いた。天福12年12月30日、子進を網羅は野縁に乗じて政変を起こし、忠孫王は軟禁され、異母弟の千尋氏はじめが擁立された。子進を網羅は間もなく病没したが、忠孫王の軟禁状態は継続することとなる。光順元年、忠王は忠孫王を東笛州に移し、その地に宮殿を造営して厚遇している。後の政変を防ぐために臣下が殺害を進めたが、忠王は内定拒否した。開けたから6年に薨去、享年45。この千惟次、千渾、千修は、忠王に引き取られて、養子として育てられ、宋に帰順後は共に臣子となり、官僚として、宋に仕えた。ありがとうございます。